船木和夫さんをお迎えしておりますが、はい、それでは皆様方にですね、はい、懐かしい映像とともに、はい、そうです、はい、皆さん方がおそらく18区から20歳の時代、そう、私もキレかったのよと、ラララララご覧ください。さあ参りましょう。僕たちの年頃っていうのはね、わけのわかんないことを衝動的にしたくなるんだってさ。君、心理学の本読んでねえな。もっと勉強するんだね。これは昭和38年。相手役はね、なんと姿美智子さん、そして高田美和さん。姿美智子さんが野球、プロ野球選手と結婚した時には、わわ言いましたよ。いいよ、大丈夫だよ。高田君って意外にいいところあんのね。寄せ合い、当たり前のことだ。寄せ合いっていう、いいですね。学芸会そのままという感じで本人もこうやって改めて見るとどうですか。どういうことなんだよでも三十数年前ですもんね。あそうそう、勉強もどっかへ行っちゃって、エビカッコエカッコ、僕はただいま授業中。面白い。もうそれであのテンポの歌聞くと、なんか吉永さゆり、浜田光雄さんが自転車乗って走ってるみたいな。もう時代ですね、やっぱり時代です、ね、高校3年生、学園広場、ね、高原のお嬢さん、もうミリオンセラーがもう5本6本、ずっとミリオンセラーですよ。僕はゼニガタエイジですね。私もゼニガタエイジ。あれやっぱ隠れてます。橋蔵先輩のやっぱりお力ですね。なんかこうリズムがいいですよね。リズムですね。高原の女。それとね、良かったのは、うん、ご三家知ってますね。ヒロミ。じゃあその前だ。いいボケてどうすんだ、ね、よ。いつからちょっとボケるようになってきたんだ。すいません。面白い。ね、はい。橋さんとね、西郷さんと。となると、この3人、先ほどちょっと船木さんおっしゃってましたが、それぞれの応援の人がいて、不安の人がいて、これが お互いライバルだったんでしょうね、また。そうですね、あのキャラクターが全然違うし、だから当然本人たちにも若いから、誰にも負けたくないっていうライバル意識はあったでしょうし、その方々が今度また私たちはってね。ちょっとそれのね、ファックスがもう届いております、はい、名古屋市高柳町の町田優子さん、同世代のファンです。若い頃御三家の3人は仲良しだったのか、あるいは仲悪かったのでしょうか、また最近はどうですかというファックスが来ております。そうですね、悪いということはありませんが、良いということもありませんね。というのは何年間に1回しか会わないんですよ。はあ、忙しい、それぞれが、それぞれがめちゃくちゃ忙しいですから、年末年始の番組なんかにしても、ある特殊な番組以外はもう VTR で別撮りしてつなぐってなことですから。ですからもう何年かに1回雑誌の正月号の対談で会うとか、じゃ写真だけグラビアの、それでまあ30分ぐらい話すぐらいのことね。ですからお互いによく知らないっていうのが正解なんじゃないですかね。ちょっといた子がさ、まあ、リードしてるの、星娘には勝ってるとか、そういうのはやっぱり気になるもんですか。それはやっぱ若かったですから、さっき申し上げたみたいにね、もう誰にも負けたくないんですよ。やっぱ自分がナンバーワンでいたいっていうのは当然のことですからね。そうですよ、その気持ちがなかったらこの世界でおれませんからね。神戸市東灘区元山の相田さん、中年女性のファンが多いようですが、若いファンが欲しいですか、若い女性は好きですか。当たり前です。若い女性 のお客さんいますよ。よくお母さんと例えば5年10年前に一緒に来て、で何だか気に入って、それからずっと来てて、でお母さんを今度は引っ張ってきてるっていう、20代とか。それとあれですね、船木さん、船木さんなんか その歌っていうのは、僕らはその歌詞がよく聞こえるじゃないですか、でよく理解できるですから、今のはね、後ろでグジャーッやって、いや何のことやねん、その意味が、その言葉がわからんし、ほら彼女がおじさんだなって顔してますよ。ほら、またそれはそれで、そうそう、若い人はいいんでしょうけど、ね、あの人に会いたい、たまらなく会いたい、あの人は今どうしてる、本当に分かりやすい歌でしたよ。そう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 、ね、さて、大阪大正区の元木さん、追っかけファンって怖くないですか。恐ろしい経験、ファンによってこんな怖かったっていう思い出はありますか。怖かったっていうか、こんなことがあるのかなと思ったのは、おにぎりの差し入れがありましてね、それでたまたま一緒に食べた人間がお腹空いてるって言って、先に手を出して食べればって言って、パッと割って食べたんですね。あれガバッといかなかったからよかった。割って食べたら中にナフタリンが入ってきた。いや何それ。いやだからそういうね、要するに
その時はその持ってきた方は船木和夫憎しのサイドなんでしょう。昔船木さんになんかちょっと、悪い思い出があった人じゃないですか。いやいや、それ個人的な問題じゃなくてね。じゃなくて、それはあの、ウーアンもこうするとやっぱりね、お互いがライブで自分たちを守る相手をって、お互いそういうふうに勝手に思うような状況をまたマスコミも作りましたからね。だから単純にもうあいつ嫌いっていう人だったんじゃないですか。なるほどね。船木和夫様ですよ。昔は八重歯の八重ちゃんと呼ばれていた頃、ずっとファンでした、そのシートもたくさん持ってるんです。そのシートわからない、紙みたいなやつ、ね、それからちょっとプラスチックみたいな薄いようなね、ビニールのような、昔は飛行機が大嫌いとおっしゃってましたが、今度4月高松公園があるんですって。瀬戸大橋を新幹線に乗ってこられるのでしょうか、それとも飛行機でしょうか。高松のゆかさん、新幹線です。やっぱり飛行機は今も、僕ついこの間もあの札幌行くのに1日の仕事3日かけて行きましたから、北斗で。じゃあいっぺんあのバンジージャンプニュージーランドで取材させて。それでさっきもう信じられねえ、高所恐怖症とおっしゃってた。今でも飛行機は信頼できない、ですから、信頼できないっていうことはないんですけども、もうあの飛行場に泊まってるやつなら何時間でも乗れるんですよ。もうどうでしょう、15年は乗ってないんじゃないでしょうか。これはそんなことは何にもないんですけどね、目的地へなるべく早く着きたいという一心で動きますから、もう新幹線でも前原が雪だと思ったら飛行機にすぐ帰るとか。逆なんですよね。僕なんかその飛行機が嫌いっていうのもあるんですけど、あの列車で行くと本が読めるとか、それもありますね。あのグーグー眠れるとか、昼寝には列車はちょっと望みは揺れますけどね、でもたくさんのファックスありがとうございます。これからもずっと学生服で歌ってくださいっていうのも来てますよ。誰か言ってました、本当ですか。60歳になった時には還暦の時は赤い学生服を。あ、それは僕が言い出しっぺなんですよ。いいな。だから還暦の時はまだちょっとございますが、赤い爪入りツアーをやろうと。あと皆さん方お待ちいただき、今日から大阪、午後から公演でございます。その、お忙しい中お越しをいただきましたが、まだもうちょっとね、お残りください。11時から今日、まあいいか、下残っちゃう、5分で5分でこっからね。はい、それではちょっと今日は美味しいお料理を周りの先生が作ってくださるそうですから、ぜひ食べて帰ってください。どうもありがとうございました。